はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の一動画始めていきたいと思います。今回は、キリンの澄み切りとキリンの一番搾りを、飲み比べてみるという企画です。両方ですね、麦 100% といえば麦 100% なんですが、まあ、こちら一番搾りは、麦芽が 100%。こちら麦が 100%。うん。という違いがあります。こちら原材料が麦芽とホップの2種類だけなのに対し、こちらは、原材料発泡酒、括弧、麦芽ホップ、麦芽とホップと大麦、と大麦スピリッツ、まあ、確かに麦なんですが、大麦という、麦が使われていると。で、アルコール度数はまあ大体変わんないんですけど、両方 5% ぐらいと。こっちがアルコール度数が 4.5% 以上、5.5% 未満という、まあ、微妙な値なんですけど、こっちは 5% ですね。うん、ということで。まあ、こっちが生ビール。まあ、わかりきってるんですけど。こちらが生ビール。そしてこっちが第3のビール。ちょっとあまりにもこの澄み切りがね、第3のビールでこう100円にも、100円なのに対してうますぎるので、ちょっと、やばいなということで。急遽ですね。この、まあ、企画を、やります。それでは、とりあえず、キリンの、一番売れてんのかな？キリンラガヨが売れてんのかわかんないですけど、一番搾りですね。こちらを、まあ、飲んでいきたいと思います。うん。飲み比べですから。一応両方。ですね。こうした方がわかりやすいかな。はい。こんな感じで。つまみは、柿の種のわさび味。それではまず、キリンの一番搾りからいただきます。乾杯。泡を飲み比べようかな。うん。若干こっちの方が苦いかな。一番搾りの方が苦いですね。うん。うん、美味しい。まあ、一番搾りです。そこまで好きではないですけど、まあ。うん、美味しいですね。ちゃんとやっぱり、さすが生ビール。それでは、澄み切りいただきます。うん。やはり圧倒的な違いは香りだな。澄み切りはやはり香りがない。うん。うん。口当たりの味もだいぶ違うね。
こっちが結構苦いのに対し、こっちは結構甘めです。うん。澄切だいぶ甘め。うん。あ、でも。なんか喉に、やっぱり生ビールだけあって、飲んだ後の喉から来る香りですね。そこがやっぱ違う。こっちが、やっぱりだいぶね。喉から来る。その香りが、だいぶあります。澄切の方は、喉から来る香りというよりは、全体的にまず甘いですね。でも口の中にもブワッと広がる感じですね。お口の中にささっと広がる。すぐこう広がる。香り。でしょうか。ああ、でも、こうして比べると、結構違うもんですね。うん。案外。うん。ただ、一番搾りが少なくともあんまり、まあ、個人的にはあんまり美味しくない部類のビールなんですけど。それでもやっぱり、一番搾りの方が美味しく感じたっていうことは。うん。やっぱ、一番搾りの方が美味しいですね。うん。うん。コク、やっぱコク、やっぱコクなんだろうな。一番搾りは苦さの中に甘さがあるんだ。澄切は甘さの中に苦味があるんだ。それの違いかな。うん。うん。まあでも、キリンの一番搾りは、この外側、そのね、金色のこのパッケージは好きです。うん。味は別に好きじゃないけど。コクはないですね。スーパードライとか、コクないと思ってます。てか、ビールの中だと、まあ、プレミアムビールを除けば、一番好きなの多分、スーパードライかな。時点でクラシックラガーですね、キリン。キリンクラシックラガー。そんな感じでしょうか。キリン、札幌。札幌だと、なんかあったかな。まあ、両方確かに美味しいは美味しいんですけど。
こっちもこっちもね、美味しいは美味しいんですけど、やっぱり第3のビールは、まあ、それだけ、違うなと。まあ、言ってしまえばまずいなと。ただし、値段的に考えれば、2倍近くの、ね、価格差があるわけですから。そうですね。これが100円ですから、こっちまあ180円。いや、200円ぐらいするか。200円ぐらいするよね。だから、これが100円だったとしたら、まあ、こっちは150円だな。せいで。まあ、その程度のうまみかなと。まあ、1.5 倍ぐらい。違うは違うんですけど。札幌ビールか、黒ラベルか。札幌ってそんな出してないんだな。黒ラベルか、ラガービール。キリンラガービール。違う、札幌ラガービール。両方ラガービールが出るな。もうね、でもね、酔っ払ってくるとね、ほとんど味の違いわからんくなってくるね、これね。ああ。やっぱ炭切りはね、いきなりこう香りがブワッとくるんですよ。でも、一番搾りの方は、やっぱ、徐々に来る感じかな。いきなり飲んでも別に来ない。だいたい札幌ってまともなんだよな。どうでもいいけど。ほんと札幌一番俺、どうしようもないと思う。おかしい。サントリーは、まあ、プレミアムモルツを除くとモルツですね。あと、もうそれだけなのか。ただし、プレミアムモルツを、があるからこそサントリーが生きてる。サントリープレミアムモルツがなくなったら多分、ビール界ではもう最悪ですね。札幌以下です。マジで。あれ？あ、恵比寿があるのか、札幌。あ、そっか、忘れてた。恵比寿があったの、札幌。なんか忘れてるな。札幌はね、恵比寿があるんですよ。それですね。だってさ、札幌さ、なんか恵比寿にさ、なんか札幌っていうさ、あれが書いてないから分かりづらいんだよね。あ、これ札幌だったんだっていう感じ。だからまあ、あれだろ。まあ、サントリーかな、やっぱな。サントリーが一番なんか、しょぼい気がする。ただし、
あの、名は売れてるから。札幌より。札幌と朝日と、キリンと、朝日はスーパードライ以外に何かあったっけ？あ、あるね。朝日オリオンビールですね。オリオンビールあるし、まあ、あとプレミアムビールはないのかな？うん。多分ない、かな？ただまあ、スーパードライ、あとザ・マスターとか、あと熟成とかスタウトもあるし。うん。第三のビールはクリア朝日があるしな。うん。うん、うん。あれだな。あれ？あれ？これあれなのか。一番麦って、あれ昔朝日で出てたんだ。麦 100% の新ジャンル。あ、これと同じだ。炭切りと同じだ、麦 100% って。あ、以前にも出てたけど、販売終了したっぽいですね。うん。なるほど。うん、やっぱ一番搾りはあれだな。ホップの香りがあるな。アロマチックな。うん。うん。いや。あ、でもやっぱ200円なのも納得かもしんないな、これもな。いや、でもどうだろう。いや、でも150円だな、やっぱな。少なくとも100円でここまでの味出してんだからな。札幌、余暇はやっぱキリンでしょ。キリンって結局、プレミアムビールってなんかあったっけ？キリンビール。ああ。ハートランドと、ブラウマイスター、グランドキリン。そんなもんか。あんまり目立ったやつ。あ、ギネスがあるのか。ギネスビールがあるんですね。まあ、ただこれはまあ外国っちゃ外国だからな。ギネス。ということを考えると、やっぱり、そうですね。キリンと、札幌は、あ、札幌は違うか。キリンと朝日ですね。朝日とキリンに関しては、プレミアムビール推しではない。まあ、ただのビール推し。通常ビール推しという感じでしょうか。
で、サントリーと、札幌は、まあ、プレミアムビール推し。まあ、でも札幌は札幌で、まあ、サントリーよかは、まあ、あれですよね。だってサントリーなんて、ただの普通のビールがあれ、モルツしかないんだもん。ね。そういう意味でちょっと、しょぼいですよね。ね。札幌はプレミアムビールにエビスがあるのに、エビスがあって、で、なおかつ、まあ、札幌の、なんだ。札幌は、何があったっけ。札幌ちゃん。やばい、だいぶ寄ってきた。札幌。ああ、そう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 。札幌の黒ラベ。うん。だって、モルツよか黒ラベルの方が、断然あれでしょ。知名度的には多分あると思うんですよね。うん。で、ラガービールもあるし。そしてクラシックビールもある。まあ、クラシックは北海道限定だから。これ飲んでみたいんだけどな。まあ、ラガービールがあると。ラガービールは、俺、個人的に、クラシックラガーの方が好きだけどな。クラシックラガーは美味しいんだけど。だから札幌のラガービールよかはやっぱり、札幌よかは、キリンのラガービールの方が美味しい、とは思うけど。札幌はいまいちなんだよ。札幌はね、なんか、味がいまいちですね。てか苦くない。初心者向けですね、札幌は。うん。エビスを除いて。うん。札幌は本当に、苦いの嫌いな人は、いいと思うよ。まあ、苦いの嫌いな人がビール飲むかどうかは、まあ、別として、苦くないビールを飲みたいんだったらやっぱ札幌だね。うん。ほんと全然苦くないから、あれ。うん。そうだな。もうそろそろ話題がなくなってきたんだけど。そうですね。アサヒのスーパードライ。アサヒのスーパードライは、ちょっと、アルコール臭がするのかな。いや、スーパードライはちょっとアルコール臭がする気がするけどね。上級者向けですね。うん。
多分。でもちゃんとコクもあるし、美味しい。キリンは苦いです。うん。そうですね。これの中だと、朝日は上級者向け。っていうか、スーパードライが上級者向けでかな？上級者向け？わかんない。スーパードライはね、コクがある。俺の中で。コクがあって、うまい。んで、キリンは苦い。特にラガービールとクラシックラガーが苦い。で、札幌はエビスがうまい。サントリーはプレミアムモルツがうまい。この4つです。まあ、エビスはコクがある。うん。んで、プレミアムモルツは香りがある。って感じでしょうかね。うん。まあ、総合的に言うと、まあ、なあ、エビスなんだよな。総合的に行くと、エビス、2位、3位がちょっとあれだな。スーパードライか。クラシックラガーか。で、あとプレミアムモルト、4位が。うん。って感じになりますね。いや、感じになりますね、だね。まあ、プレミアムモルツは、まあ、プレミアムビールだからな。うまいのは当然。うん。エビスも、まあ、うまいのは当然だな。プレミアムビール。まあ、だけど、まあ、やっぱ、プレミアムモルツよくは、やっぱエビスの方がうまい。で、うまい。まあ、プレミアムじゃないビールに関すると、スーパードライか、もしくは、キリンの、クラシックラガーですね。だからもう必然的にもプレミアムモルトス、もう、消去されるんだよ。選択肢から。なぜなら、エビスの方がうまいからです。同じプレミアムビールなんだけど、プレミアムモルトを買う理由がないんですね。うん。俺の中では。スーパードライと、あと、キリンのクラシックラガー。こちらは、キリンクラシックラガーは苦いという特徴があって、非常に苦い。それはそれでうまい。で、スーパードライはコクがある。という、まあ、目を持つわけだ。まあ確かにプレミアムモルツにも、香りが高い、香りが強い、という、まあ面はあるんですけど、俺別にビールにそこまで香りを求めてないっていうのはあるわけですよ。悪いんだけど。うん。だから、まあ、プレミアムモルトはま買うことねえな。
確かに美味しいの美味しい。うん。だから自分で買うんだったら、だって同じ値段なんだから、恵比寿買うじゃんって。じゃあ、エビス買おうって。別にもらう分だったらいいですよ。うん、プレミアムモルトのね。まあ、そんな感じかな。あ、でも、今回、こちら、炭切りと、一番絞り、ちょっと飲み比べましたけど。まあ、やはり、一番絞りの方がうまいなと。うん。明らかに、まあ、確かに美味しい。まあでも、まあ、まあこれが、まあ第3のビール。でも第3のビールもだいぶ来てるなと。進化してきたなというね。うん。感じですね。よく頑張ってきたわ。だってこの炭切りあれだもん。確か発売から1週間で100万ケース突破だった。そんな感じ。何万ケース突破 ?100 万ケース突破してますからね。恐ろしい売れ行きですよ。多分。まあ、あれですね。うん、確かに、第3のビールだ、なと。いう感じはしますね。まあ、この炭切りが5つ星評価だったとしたらですよ。相対的に見ると、まあ一番絞りは6つ星かなと言ったところでしょうか。まあ、俺の動画ではちょっと、まあ、5つ星までという、まあ、あれなので、うん。まあ、両方5つ星をつけましたけどね。うん、ただ、この場面でいくと、やっぱこっちが4つ星、こっちが5つ星かな、といった感じでしょうか。あくまでも単品単品でいけば、両方5つ星なんですけどね。比べてしまうと、まあ、コーツつけないといけないという場合は、やはり、両方5つ星というわけにはいかない味ですね。うん。ということで、まあ、いつも長くなります。長くなりましたけど。うん。そんなこんなでお疲れ様でした。